ルイージズインサイドストーリー。さあ、ルイージの中のお話ということで、ルイージさんいるね、ルイージさんいるね。こっち降りていくと何？なるほど。下をくぐって、またこっちに結局行けるのか。だから、積まないように考えられてるね。じゃあこれで、でも、ちょっと戻るのがむずい。そうでもないか。それでは早速、ルイージの中に入っていきましょう。確かにこれは、まず口か。これ、ね、白いのは歯だよね、多分いや、よくできてる、マジで。いや、これすごいのがさ、体内ってこれ、のどちんこでしょ、これ。これはのどちんこ。いやさ、すごいのがさ、なんか体内って言うと、どうしても赤で作りたくなるじゃん。赤色で作りたくなるんだけど、この半地形を使ってこの黒で表してるんだけど、うまいことちゃんと体内感が出てるってさ、いや、これすごいよね。砂糖の中に入っていって、なんだこれ食べたのかな、パックンを食べたのか、ルイージ。何を食べてるんだ。で、しかもこういうギミックもちゃんと用意されてる。コインコインとかのね、ギミックもちゃんと用意されている。さあ、それでは体内の中どんどん進んでいきましょう。さあ、これどう考えても心臓だよね。いや、これめちゃくちゃクオリティ高いと思う、やっぱり。で、この心臓のハートを使いながら、この、左のカメちゃんを、取り除くっていうね。いや、ほんとうまいことできてる、これ。よいしょ、蹴る。オッケー。さあ、蹴って。これはブラパをうまいことかわして、こちらに行くと。なぜかコインも食べている、ルイージ。一体何を食べてるんだ。これ、肋骨かな、これ。これは肋骨の部分かな。よいしょ。この辺にもなんか病原菌なのかな。すごいいっぱいいるぞ。倒して、それではこちらに行きましょうと。中間フラッグも食べたのか、お前は。どんどん上に行って、さあ、回避。いや、アクションもね、なんかアクションもすごい程よくできてるんだよね。オッケー、蹴ってやれば、一網打尽にできますよーと。あ、気持ちいいね。ちょうど1アップで終わるように考えられてる。いや、いいね。いや、なんか作りがすごい上手いよね。スポーンと入ってきて、何これこれはこれはもしかして、お尻の部分かな。ピンコインをゲットして、右と左と行きましょうと、ぴょいーんと。だいぶじゃあ体内の下の方まで降りてきたね。ルイージの口から入って、だいぶ下の方に降りてきた。さあ、すると、何ここ。あ、これ何？これなんだろう。あ、これなんだこれ。よいしょ。ここはなんだろうね。とりあえずこちらに行って、よいしょ。さあ、こちら。はいはいはい。降りてきて。これなんだろうね。あ、これ腸かな、もしかして。これ腸か。多分腸だね。なんかそんな気がするな。これ下はなんもないよね。なんもなさそうだよね。じゃあこっちは？こっちもなさそうだから、じゃあこちらに行きましょっと。すると、お尻から出て終了と、ブーじゃねえんだわ。いや、ブコじゃねえんだわ。いや、でもアイディアこれめちゃめちゃ面白いし、コースのクオリティもすごい高かったんだよね。はい、ということで皆さんもルイージズインサイドストーリー遊んでみてください。一度 B、レミーズ、ゴナハブアボール。とりあえず入るところが R。なんで変わった？あ、ジャンプしたら変わる。あ、違うの。時間で変わるか。時間で変わる。なるほど。なるほど。だから時間で変わるっていうのは多分さっきの示してくれて、なるほどね。このボールを使って炎をかわせってこと面白いな。よいしょ。危ないよ！わかった。やることはわかった。とりあえず、こいつをすぐ踏んでから、このボールを使って、あれ？かわせないじゃん。よいしょ。違うか。こうか、こっちに逃げるんだ。わかった。意味がわかったけど、これは多分、こっちに逃げるんだね。で、うわぁ！わかった。これは、一瞬だけこっちが来た時には、そっちに逃げて、で、すぐこっちに逃げるんだ、また。こういうことだ。多分こうだ。よいしょ。オッケー。1で、こっちに逃げてからすぐジャンプ。こんな感じだ。よし。でもって踏んで終わりとー。よしよし、危ないよし、これで中間がまず取れ、これどうやって取るの。取れなくない？あのピンクはどうやって取るの。ここ、おー、あ、すごい、バネが来たいや、いいな、おしゃれだな。とりあえずピンクインをゲットして入っていきましょうと。するとフラワーをゲットして、ここは関係ないか。ここは関係ないっぽいね。じゃあ入ろう。さあ、これがレミーの第二形態、勝負だ。多分そうだよね。何これ。イエーイ、ちょ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 
待て待て待て、レミお前待て待て、おかしいボールが飛んできてるぞ、おかしいボールが。よしよしよし、あ、これで終わり。あ、違う、第二形態、第二形態。いやー、やってきた。あ、おしゃれー。こっちにやってくるぞ、めっちゃおしゃれ。いやー、いいな、これ好きだな、発想が。めっちゃ好きだなー。あー、間違えた、ここ。オッケー。あ、でもまだ終わりじゃない。まだ終わりじゃないだと。ってことは、さらなるレミが、あ、今度は左からやってきて、あれでも踏めるもんね。踏めるから、こいつをこうやって踏めばいいっていう、こういうことだよね、多分。多分そういうことだよね。合ってる。合ってるっぽい。合ってるっぽい。合ってるっぽい。こうだ。おいで、レミちゃん。レミちゃん、おいで。このままじゃやっぱり届かないな。届かないから。よいしょ。こいつを、こんな感じで。痛い痛い痛い。やっちゃった。しょうがない。でもまず一発目。ちょっとボールを使って、あー、しまった。でもこれ、ファイヤーボーンのタイミングも見ないといけないな。これきついな。難しいぞ。待って、あー。さあ、ここよ、ここ。これが、来た。よし、調子がいい。第一形態、調子がいいぞ。次が、待ってよ。ここ、あー、最悪だもん。さあ、集中して。第一形態は、このトゲボールを避けて避けて、耐久でやり過ごすと。よいしょ。OK。すると、第二形態に移って、レミーちゃんが、右側から飛び出てくると。飛び出てきたレミーちゃんを倒さなければならないと。よいしょ。右、左、右、左、こっちです。よし。よし。オッケー。さあ、これで第三形態が出てくるはずだから、第三形態来たー。まだまだまだ、落ち着いて落ち着いて、一回落ち着こう。一回落ち着こう。こうだ。よし。バカ。あー、最悪だ。待てよ。こう、よいしょ。よし、いいぞいいぞ。さあ、あと一回。今度こそいけるはず。今度こそいけるでしょ、これは。よし。よし、来た。オッケー。鍵ゲット。これで終わりかな。うまいこと倒すことが、あーっと、レミーがあちらに去っていって、なんだこの、これボーナスかな。あ、ボーナスでやった。これでだから、レミーちゃんの第一形態、第二形態を倒すことができましたと。下の方でこう音楽つけてるね。OK。あ、すると、これでワールド2を倒して次に行きましょうってことか。いや、いいな。この人ワールドを作ってるっぽいんだけどさ、コースどれもクオリティがめちゃめちゃ高いのよ。難しいんだけど、難しめではあるんだけども、クオリティが高いんで、ついついやっちゃうって感じ。皆さんも良ければ、1の B レミーズゴナハバボール、遊んでみてください。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。